ゴシックは魔法乙女スコア対決2回戦始まるぞ。イエーイ。はい、2回戦、はい、2番手誰ですか。はい、水地こと甲賀瑞希です。頑張ります。はい、頑張ります。では、スコア対決2回戦、高木美優 VS、甲賀瑞希、コマウズスコアアタックスタートします。まずですね、ステージの解説、はい、3章ウィンドリアのずっと一緒デスステージです。はい。で、こちら水と火が有利のステージで、道中、はい、ボスともに火有利です。でショットは、集中ショットに、ローリングのスフレ、こちらが風属性ですね、風属性のローリング、第1回戦と同じように寒属性で用意してます。はい、はい。で、拡散ショットにはこれですね、みゆちゃん、はい、前回のコラボの時にみゆちゃんが、登場してくれました、はかどる1号ちゃん、ワイドショットを用意してます。で、このローリングですね、こう放たれる回転の球が高い貫通力を持っているので、敵に当たると多段ヒットします。なので多段ヒットってことはゴリ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 とコンボを稼いでいけるので、モリモリと稼いでいけると思います。モリモリ。ただ、時期からショットをこう離しすぎると丸裸になってしまうので気をつけてくださいね。はい、ではそんな感じで2回戦行ってみますか。はい、はい。ローディング苦手だったりするんですけど、頑張ります。はい、頑張ってください。いつもローディング使ってるんで、お、いや、頑張れるかなおます。はい、頑張っていきましょう。頑張ってください。はい、じゃあ、お互いに、端末を持っていただいて、はい、もう準備はできてますね。オッケーです。はい、じゃあ深呼吸してはい、スタートしましょう。はい、はい、せーの、スタート。あー、もうこれドキドキするんだよ。いや、ほんとすごい、マジになっちゃって。マジでいいんだよマジでいいんだよ。そう、1回戦がなかなかちょっとね、こんなできると思ってなかったっていうのがあったからびっくりした。あー、ドキドキする。2人ともなんかどっちも応援したいけど、なんかこの後方バルブとか見てるときはね、どっちも応援しよう。序盤だからどうなるかわからない。逃げられちゃった。いやー、すごい、なんかめっちゃ汗かき見てる。なんか見てるだけでもね、手汗がパワーを。私いつもうるさいじゃない。富口いつもすごいの。すごい、実況じゃないんだけど、なんかリアルで戦ってそうみたいな。すごい真剣にやってる。競争の大変ですよね、これ。あ、待って、すごい逃げられてる、やばい。でも今いい勝負。みゆちゃんが一回不安したんですけど、盛り返したのね。これ多分この。あ、いい、いい、いい。あ、待って、すごい、いい、いい。1,646。対して、警部コホーガールズ、甲賀瑞希さん、1,317,804。勝者は水地です。絶望的なセリフ言ってる。でもまだ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 ま
実際戦ってもらった2人に、まあ、感想を聞いてみようかなと思います。そうですね、ローリングちょっともっと練習しとけばよかったなって思いました。悔しい。いや、私は常にローリングを使っているので、もうこれがあるのかな。いやでも今日はマジでした。今日もマジでした、うん、いや頑張った。褒めてください。頑張った、はい、頑張ってください、はい、二人ともありがとうございました。ということで2回戦はミズチーの勝利でした。やった、はい、コーガールズ勝利おめでとうございます。3回戦は次の動画になります。おしっか魔法とめスコア対決3回戦へ、どーん。